はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。知は力なり。はい、今日もこれをやっておきましょう。本日もこちらですね、麻布大学の一般入試を受けて獣医学部に合格したいっていうあなたに向けて、英語の攻略後編お話ししてみたいと思います。前編で言った通り、麻布大学って長文の出題傾向が一貫してここ10年変わってないことと、ね、テーマが生物分野にすごく偏ってるので、単語を覚えようということでかなり通用するよっていうふうに言いました。ただし第3問は4択の文法問題です。この4択の文法っていうのは苦手だっていう人、基本的にね、高校でこんな本渡されてますよね。うん、まあスクランブルです。まあこれかあとネクステージ渡されてるっていうのはほとんどかもしれません。これどちらかの本を一冊頭に完璧に入ってれば、あの4択問題別にね、うん、全問正解とは言いませんけど、まあ9割方正解取れるって言います。ただしスクランブルで覚えるべきことっていうのは文法って私あんまり言いません。で、あのネクステージも一緒ですけども、これ一番最初の第一章って文法、その後語法、語彙、ボキャブラリー、イディオム、会話、あの第一章の文法じゃないところを徹底的に全部覚えるってことをしてみてください。いいから覚えろを根性で覚えると、四択文法ってちゃんとねできるようになります。四択文法はやったかやってないかの経験値です。もう同根性で覚えるしかないです。で、その知識が頭に十分入ったなっていうふうに思える人、入ったものをできるよねっていう確認は絶対に、あの別にね、いい問題集今時ありますから、これでやってみてください。10年ぐらい前から、あるよっていうのが、この英文法ファイナル問題集、ね、これ河合塾の瓜生先生、篠田先生作ってらっしゃる長年あるものですね。ただね、これ載ってる例文がね古かったりするので、ちょっとねなんとなくもう古臭い感じがねするとも言われますけど、でもファイナル英文法のこの緑で十分です。で、これが完璧にできたよっていうと、もうブックオフの値札貼ってありますけどね、うん、もうファイナル英文法の赤、これまでやると、あの中央大学とか立命館とかの文法とか間に合ってくるので、ちょっと理系の人にはこれやりすぎかなっていうふうにも感じます。まあもう少しね、あの今っぽいもので言うと、私個人的に持ってるのがこれですね。あの応文社がさっきの、英文法ファイナル問題集とほとんど同じようなものを作ってます、ね、応文社の、ランダム想定権英文法語法最終チェック問題集、赤いのが優しい方、青いのが難しい方、麻布受けに行く子はね青買ってください。で、青を買ってひたすら解いていきましょう、ね、あの本当にこんな風です。もうひたすら4択ひたすら4択も解きまくれっていうことをやるんですね。あの並び替え問題のコーナーとかありますけど、そこね無視していいです。まず4択のみに専念してもらえばいいです。で、他にもね、こう4択文法に適した問題集ってあります。応文社からも出てますし、あとはあの東進のレベル別英文法問題集、あれのレベル5あたりやってみてもいいんです。ただなんでこれをおすすめするのかっていうと、これらのねでかいんですよ。このでかい英文法の総チェックみたいな問題集っていうのは解説がめっちゃ丁寧なんです。英文法の問題集っていうのは丁寧すぎるほど解説がめちゃくちゃ細かいっていう本を絶対に手元に用意してください。四択文法問題っていうのはなんでこの答えになるんだろうっていうのを絶対に根拠が分かってないと正解取れません。あの闇雲に感覚でとかいう答え方って絶対しちゃダメですからね。あの英語をご指導させていただく立場の人間からするとそんなのありえへんっていうふうに言います。絶対に全て判断の根拠があるのが文法問題ですからね。その根拠は何だってことをめっちゃ細かく一つずつ解説してやるっていう問題集を必ず手に入れて解きまくるってことをやってください。麻布大学に限らず文法がかなり出てくるよねっていう他の大学も英語がバッチリ間に合うようになります。私立大学の獣医学部受験にこだわるっていうあなたにね、こういうものを真面目に何週もできればね3週やりたいですね。夏休みに時間が取れるよっていう人はこれ8月で3週はやりましょう。3週きついのは当たり前ですけど3週やりましょう。で、合わせて麻布の長文10年分過去問解いてみるってことやってみてください。もうこんで全然合格レベル通用します。
はい、では今日はここまでといたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。